つもご覧いただきましてありがとうございます。株式会社イーコレ代表の一ノ瀬と申します。皆さん大変長らくお待たせをいたしました。今日ですね、ようやくゴディバの、ギフトタイプの商品が、入荷をいたしました。ちょっと簡単にご紹介をさせていただくんですけれども、今年3種類入荷しておりまして、こちらがですね、箱もですね、中身もハート型の、ハート型のですね、トリュフチョコレートが、3種類ですね、2個ずつ入っている商品なんですけれども、ゴディバのクールアイコニックという、商品になります。それからですね、こちらの2つがですね、同じ仲間なんですけれども、ゴディバのですね、ゴールドバロティンというですね、種類の、チョコレートのギフトセットになるんですけれども、こちらがですね10粒タイプで、こちらが6粒タイプとなっております。で、バロティンはですね、それぞれ中身の違う、こっちがですね10種類のそれぞれ違うトリュフチョコレートがアソートされた商品で、こちらがですね、6種類のですね、それぞれ違うトリュフチョコレートが1つずつ入った商品となっております。で、こちらのですね、ギフトタイプの、ゴディバご注文のお客様にはですね、必ずこちらのですね、ゴディバのですねオリジナルのこの、ゴディバ夫人のですねゴディバ夫人が馬に乗っているというね、おなじみのゴディバのロゴが入った、手提げバッグをですね、ご一緒に入れさせていただいております。ぜひね、ご注文いただけますようにお願いいたします。と言ってね、なんかちょっと宣伝みたいな始まりになってしまったんですけれども、実はですね、このゴディバの方ですね、高級チョコレートで有名なんですけれども、本国がベルギーにありまして、こちらの3種類もですね、ベルギー産の商品になります。で、こういったですね、ゴディバなんですけれども、どのような形でですね、調達をしているかというとですね、実はこう発注自体はですね、去年の5月にもうすでに行っておりまして、去年の5月に発注をしましてですね、で、多分ですね、そこからそのゴディバ社は、商品の調達とか、材料の調達とかですね、やってるんじゃないかと思うんですけれども、それで、秋ぐらいに作っていてですね、で、リーファーコンテナって言ってですね、冷蔵とか冷凍で、品物をそのまま送れる温度管理ができるコンテナがあるんですけれども、そのリーファーコンテナに乗って、やってくるという形でですね、で、もともとはですね、去年の12月にですね、昨年の年末には入ってくるという、話での発注をしたんですけれども、なんかいろいろあって遅れが生じましてですね、で、ようやく、1月の20日にですね、入荷いたしまして、もうちょっと遅れたらどうしようかと思って若干ハラハラしていたんですけれども、なんとかですね、バレンタインのギフトシーズンには間に合いそうということで、無事間に合いましたというね、私の喜びの気持ちも込めて今日はこの動画を作っております。で、先ほどですねお話をいたしました通りですね、昨年の5月の段階で発注してまして、で、その段階ではもう何が何個というのはですね、もう予測がつかなくて、過去の大体ですね、この商品はこのぐらい売れるかなというような、データはあるんですけれども、で、発注をして、そこから8ヶ月か9ヶ月ぐらい、前の発注したものが、今届きましたという話なので、もうですね、完売してまたもう1ケース分お願いとかいうですね、そういう発注ではなくて、もう今回これがですね、完売してしまったら、もう次はもう次のシーズンという話になってしまうので、当店でもですね、もちろんなんですけれども、追加オーダーというのが効かない商品になっているので、もう今入ってきた数だけ、完売し
次第ですね、販売終了となってしまう商品となっております。すでにですね、もう昨日ですね、バタバタ商品登録をしたんですけれども、すでにですね、やはり皆様よくご存知でですね、お客様本当に敏感でいらっしゃるので、すでにご注文がポンポンと入ってきておりますので、ぜひですね、お早めにご注文いただければと思っております。こちらなんですけれども、2パターンの商品ページを作っておりまして、1つがですね、定型外郵便もしくはクリックポストといってですね、なんかメール便みたいな送り方で、送料無料というバージョンとですね、やはりそのきちんとですね、バレンタインデーならバレンタインデーなの日時指定をかけてから、届けたいとおっしゃるお客様用にですね、宅配便の発送で若干送料がですねプラスにはなってしまうんですけれども、送料プラスで宅配便というバージョンとですね、2パターン の, 商品ページを、ご用意しておりますので、ご希望に沿う形のですね、ご注文いただければと思います。ぜひね、ご利は予約入荷してまいりましたので、よろしければ、早めのご注文をお願いいたします。本日はですね、ご自慢に入荷しましたという、ご報告の動画になってしまったんですけれども、またいろんな動画をアップしていきたいと思いますので、よろしければチャンネル登録をしていただきまして、次回の配信をお待ちいただければと思います。本日もご視聴ありがとうございました。